球が人間であふれ返った今、唯一の望みが火星というわけなんですね。火星に行くには少々危険な手術が必要でね。私行きます。こんな話裏があるに決まってるだろう。まもなく火星の大気圏に突入する。着陸だ。人類存亡をかけたミッション。何も知らない15人が火星に送り込まれた。地球のゴミが火星のゴミ掃除に向かう。